こんにちは、トータルハット文太です。今週は46ページ2-6、チャプター2-6になります。トータルファットの楽曲に学ぶアクセントロールの活用法、これの2つ目ということで、今日はマーチングフォーフリーダムをやっていきたいと思います。行ってみましょう。はい、それでは初めに BPM140 ゆっくりバージョンでやってみたいと思います。はい、それでは次に、ミドルバージョン BPM160 でやってみたいと思います。はい、それでは最後に原曲のテンポ BPM186 でやってみたいと思います。それでは行ってみます。はい、今週のエクササイズもいかがでしたでしょうか。今回のフレーズのようにアクセントロールを活用しながら下半身をずらしていくようなフレーズもこの本にはたくさん紹介しているので、ぜひ本も手に取って練習に励んでみてください。今週もがっつり練習していきましょう。文太でした。バイバイ。